4番梅村和久君の発言を許します。4番梅村和久君。4番ふるさと高島新風会の梅村克久でございます。それでは、通告に従って質問の方をさせていただきます。まず質問番号1番、高島市政10周年記念式典並びに連携事業の推進についてでございます。本年4月から市主催事業を含む高島市政10周年記念連携事業が行われています。これは本年11月に行われる市政10周年記念式典を核として高島市主体で取り組むイベントや市内で行われるイベントで市の趣旨に賛同してもらえる事業を募集して承認されたものを連携事業とされていると理解しております。現在市主催事業を含む連携事業としては約30件が指定されており、うち5件は終了しております。連携事業の募集と年間計画は資料として皆さんのお手元に、お配りしておりますのでお目通しください。そこで記念式典並びに連携事業の取り組みについて質問をいたします。1、まず、高島市政10周年の連携事業の趣旨目的は何でしょうか。また多岐にわたる事業の担当者との打ち合わせは市の誰がどのようにされているのでしょうか。2、連携事業については30日以内に主催者から実績報告するように規定されています。これも資料を、お手元に配布しております。すでに現在終了した事業についてこうした報告書の有無にかかわらず市の担当部署は成果や課題を捉えられているものと思われますが、どのような点に成果ありと考えられ、課題があるとすればどのような点と考えられますか。3、11月に行われる市政10周年記念式典では幅広い市民の参加を得られることが期待するところですが、そのためには記念式典の内容もさることながら、この間でいかに雰囲気を盛り上げることができるかも大切です。記念式典が市民の皆さんの心に届き、実りあるものにするために、これからどのように機運を高めていくか、お考えをただします。4番、梅村克久君の質問番号1に対する当局の答弁を求めます。山本政策官。梅村議員、質問番号1の1点目のご質問にお答えをいたします。まず、高島市政10周年記念事業の連携事業につきましては、本事業の趣旨に賛同いただける市民団体や市民グループ、企業などの皆様の力で記念の年を盛り上げていくもので、市民団体などが主体的に取り組むものを指しております。連携事業の趣旨、目的でございますが、市政10周年を広く市民に知らしめることを目的に、幅広い市民参画のもと、郷土への愛着や市民の一体感の醸成、将来に向けて持続的な効果をもたらすことを事業推進のコンセプトといたしております。次に議員ご質問の担当者との打ち合わせについてでございますが、連携事業として承認している事業は文化活動やスポーツ大会、将来の高島市を創造するための議論の場、高島未来円卓会議など様々で、10年の歩みの振り返りや市の将来を見据えた再スタートの意義を持たせた事業などを企画運営していただいております。企画された事業の内容に関係する部署の担当者が事業内容などの確認と支援を行っております。2点目の連携事業終了後の成果や課題の整理につきましては、主催者からの報告により把握をいたしておりますが、市民団体などの主体的な事業でありますことから、
取り組みの内容や成果については尊重すべきと考えております。また市が共催するものにつきましては、事業がスタートしたばかりで十分な支援体制が整っていない部分もあり、主催者側との連携に課題も残ったと認識いたしておりますので、今後これまでの成果や課題について精査する中で、以後の取り組みが効果的に展開されるよう関係部署においてフォローアップをしてまいりたいと考えております。3点目の今後の機運の盛り上げ方に関するご質問についてでございますが、まず市政10周年記念式典については、市政功労者表彰、市民団体による合唱および記念講演を予定しており、合併後10年を振り返るとともに時代に向けた市の在り方を確認する機会として、多くの市民の皆様と意識を共有していけるよう準備をしてまいりたいと考えております。市政10周年記念事業推進委員会を構成する各種団体などにおいても、今後事業に順次着手されることから、機会の拡大を通じて市民の皆様のさらなる参加と連携の輪が広がるものと考えております。また市の主催事業においても、市政要覧の作成や新聞の策定などを通じて、市民の皆様の高島市への声や思いを集約していく計画でございますので、議員各におかれましてもご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。以上でございます。以上。梅村君。はい、ご丁寧に答弁いただきました。そこで再質問をさせていただきます。今の答弁で、連携の趣旨、目的は理解できました。また、打ち合わせなどをどのようにされているかもある程度理解もできました。また、2点目の質問の課題で感じられる部分についても、同感でございます。ただ、こうした事業が冠に市政10周年記念とつけた以上、意味を持つものにするために、2点について確認をいたします。1点は事業への参加の促進が図れているかということ、2点は、その事業におきまして冒頭の挨拶などにおいて、記念事業であるということと、それから11月の記念式典に向けて、参加をいただくとか、市民の関心を集めようという努力をされているかということについて、正したいと思います。さあ政策部次長、お答えいたします。まず最初 の連携事業ということにありましては、各主催団体におきまして、主体的に積極的に参加を呼びかけていただいているものというふうに承知しております。市といたしましては、ご承知の通り、ホームページのトップページに10周年のバナーを設けまして、10周年のみの PR をその中で行わさせていただいているところでございます。また毎月の広報の中でページを1ページないし2ページ取りまして、今年は10周年を大きに取り上げて、各種連携事業、また主催事業ともに合わせて、PR をさせていただいているところでございます。特に連携事業につきましては、主催団体の皆さんからのご希望もありますし、積極的に防災行政無線なんかも使いながら、積極的に参画を呼びかけているところでございます。もう一点、先ほど申されましたのは、多分連携事業なんかでのこちらの市の側からのその場での挨拶でありますとか PR ということを理解いたしますが、これまでもまだ始まって5つぐらいの事業が進んでおりますけれども、市長も直接伺いましてご挨拶をさせていただいているところもございますし、担当部局ないし私どもの政策部の方からは必ず参加をさせていただいているところでございます。その場で今積極的にその場で式典を含めて PR をということでございますので、
ちょうど私どものここにおりますメンバーの町内の部局長で組織しております10周年記念事業の推進本部を設けておりますので、またこの本部の中で調整をいたしまして、できるだけこれから始まります10周年の記念事業を全員で盛り上げられるように、積極的にまたその場に足を運んで PR に努めたいと思います。以上です。上村君。はい、私も、幹部のついた事業に出席して、その時たまたま出席者が少なかったり、その挨拶の部分でちょっとそういうふうな思いが伝わってなかったというふうなことがございましたので、あえてこういうふうな質問をいたしました。冠をついた事業をというふうな形で、進めていくときに、やはりその事業が、どうしてもこう盛り下がるような形になりますと、11月の記念式典がどうしても不安視されてくるような形になってきます。何回も記念式典と書いてあるのに皆さんの意識が全然こう盛り上がってないなというふうな形に取られると、やはり良いものになってこない。逆に、皆さんがその意識をどんどん高めていただいて、ぜひとも見に行かんなんなというふうな感じになってくると、非常に盛り上がった良い記念式典になるのではないかと思います。ちょっと最初のボタンの掛け違いで、こういうふうな部分が大きく変わってくるというふうなことになると思いますので、そこのところ十分、ご配慮いただきたいと思います。事業の打ち合わせは誰かと質問したところで、答弁の内容で事業に関係する部署の担当者が打ち合わせというふうな話もございました。各部署の担当者にその政策部なり総務部からしっかりそこら辺の意を伝えていただいて、それぞれの事業が輝くような形に、していただくことによりまして、全体が盛り上がってくる。それからそれぞれの事業もこれを機に人が集まったなということになれば、10年目のこの節目で、その事業自体も、非常に輝くものになってくると思います。10周年を迎えることによって皆さんが輝きを増すような高島市になるように、政策部としては努力していただきたいという思いを伝えて、1問目の質問の終わりとさせていただきます。続きまして、質問番号に高島市政10周年の節目に立ってということで質問をさせていただきます。ホームページの中で高島市政10周年について市政施行以来、この10年は旧6町村が一つの町となって歩んでいく礎を築いてきた期間であるとともに、来るべき10年目は地域として新たな展開に向けての大きな節目でもあります。高島市政10周年記念事業は10年の歩みを振り返り、市民が総出で記念の年を祝うとともに、次世代につなげていく新たな価値を創造するきっかけとなるよう、実りあるものにしていきたいと考えています。と書かれています。その点で私も同感であり、誠に意義深いことであると考えております。そこで質問をいたします。1、高島は一つの思いとともに、6町村が合併して一途を築いた10年、これは同時に高島市の在り方を模索してきた10年でもあります。市政全般において、平成19年に高島市総合計画が策定され、平成28年までの10年間の計画とされる中、和の里高島という理念が出されました。また、5年後には、琵琶湖源流の里高島が出されました。都度の検証もされてこられると思いますが、これまでの10年を振り返るとき、これらの計画とそれに基づく取り組みは、市民の皆さんにどのように受け止められたとお考えか、また、高島市の未来がどのように見えてきたか、政策部並びに総務部に問います。2、次世代につなぐ新たな価値を創造するきっかけ、と書かれてましたが、この記念式典であれば、その多くの市民の皆さんの意見を受け取る場や、
未来への提言の参考となるような記念講演のようなものも必要と思いますが、そうしたお考えはありますか。3、多くの自治体が特徴を持った取り組みを行い、地域のカラーを出すことで産業の振興や定住促進、人口増加を目指す姿が見受けられます。これらの取り組みは地域の特性を生かしながら、場合によっては特区の制度を利用し、成果を上げて注目を集めているところもあります。高島市が10年を振り返り、新たな価値を創造するつもりであれば、今から高島市総合計画、後期基本計画の終了をする平成28年度末までが重要な時期ではないでしょうか。また、高島市総合計画とともに、和の里高島や琵琶湖源流の里高島が示されています。こうした計画に対する検証はされているものとさしますが、冒頭にあったような次世代につなげていく新たな価値を創造するというところのできる新たな高島市のビジョンの策定について大いに期待するところであります。今後高島市総合計画とともに新たなビジョンの策定に向けた研究や準備をされることがあるか問います。梅村和久君の質問番号2に対する当局の答弁を求めます。以上、山本政策官。梅村議員の質問番号2のご質問にお答えをいたします。まず1点目の総合計画に基づく取り組みは市民の皆様にどのように受け止められているかのご質問でございますが、総合計画は平成19年に策定し8年目を迎えております。合併後の市を取り巻く環境の変化を踏まえながら、地域の発展や新市の一体感の醸成を図るため、各分野の施策を総合的に取り組んでまいりました。しかしながら、総合計画は各分野の施策を幅広く捉えた計画の枠組みでありますことから、市民の皆様には施策について十分受け止めていただけていなかったのではないかと感じております。こうした中で、合併後10年を迎え、厳しい財政状況が続き、少子化に加え若者の流出、高齢者の増加や雇用の場の不足など市が抱える課題は多くありますが、市の未来を見据えた中でしっかりと次世代につなげられるよう市民の皆様と課題を共有し、地域資源や地域の特性を生かした戦略的な街づくりを進めることが必要だと考えております。次に3点目のご質問でございますが、現在の総合計画は平成28年度までの計画期間で間もなく改定時期を迎えます。総合計画の改定にあたっては、これまでの検証を行う中で人口減少や財政状況など厳しい状況が予想されますが、市民の皆様との議論を深め、市の未来を見据えた将来ビジョンを描いてまいりたいと考えております。そのため早い時期から準備を進めてまいりたいと考えております。以上です。飯田総務部長。梅村議員の質問番号2の1点目および2点目のご質問についてお答えをいたします。まず1点目のご質問でございますが、総合計画では和の里高島や琵琶湖源流の里高島をまちづくりの理念や戦略キーワードとして掲げておりますが、これまでの10年間のまちづくりの取り組みを振り返りますと、これらの理念や戦略キーワードが十分に市民に浸透していたか検証ができておらず、相対的に行政と市民との一体感に欠けていたのではないかというふうに感じております。今後は総合計画に限らず、市が策定いたします計画や実施する施策につきましては、その趣旨や内容を市民に十分に浸透させ、市民のご理解とご協力のもと、行政と市民が一体的に取り組むことが大切かと考えております。次に2点目のご質問についてでございますが、
11月3日に高島市民会館で開催いたします記念式典につきましては、現在その内容を検討しているところでございますが、市民の思いが共有され幅広い市民参加を得る、郷土への愛着心により市民の一体感の醸成につなげる、将来に向け持続的な効果をもたらすといった10周年記念事業の推進コンセプトに沿った内容にしたいと考えておりまして、現時点では市政功労者の表彰、市民団体による合唱、そしてこれまでの10年の歩みと未来への展望をテーマとする記念講演を予定しております。なお議員のご提案の通り、式典が市民の皆さんの声を受け取る場となれば、より一層市政10周年にあたっての市民の思いが共有され、市民の一体感が高まるものと思われますので、今後実施の可否も含めまして検討してまいりたいと考えております。以上でございます。上村君。はい、非常に反省の弁も含めて積極的な答弁をいただきました。それで再質問の方をさせていただきます。先ほど総務部長あるいは、政策官から話が反省の弁がありましたように、市民の皆さんに、なかなか政策がうまく伝わっていなかったような反省というふうなことでございました。私の思うところも、市民の皆さんから市の政策が見えてこないとか、何をしているのかわからないというふうな声を耳にすることも多く、非常に残念に思ったことも何回かあります。そうした思いの中には、アンケートなどでも高島への課題の最も多く出されている高島市には雇用の場が少なすぎるということやとか、少子化の部分、こういうふうな部分に対しての政策の期待の、裏返しではないかなと思うようなところもございます。またほとんどの方が高島市の総合計画、和の里、高島源流の里といっても何だったんやろうなと、和の里とか琵琶湖源流の里という言葉は知ってても内容は、ほとんど周知されてないというところが現実だろうと思います。そうしたことが多くの市民の期待でスタートし、10年の市民の受け止め方というふうな部分の相対的なところかなと私も感じているところでございます。ならば今後、総合計画のように大きな方向が決まれば、その特徴だけでも市民に理解を得るようにしなければならないと、これも先ほど反省の弁にあったようなところでございますが、こういうふうな部分を具体的に進めようと思えば、どのようにこれはしていったらいいのかというふうな部分につきまして、見解の方を問います。政策部、総務部、どちらか、あるいはどちらともということでしたら、どちらともでも結構でございます。お答えください。以上、政策部次長。政策部次長。お答えいたします。現在 の総合計画がご承知のとおり、平成28年度で周期を迎えるということで、ただいまの質問にございましたように、私ども早くからその計画策定の次なる将来計画についての準備をしなければならないというふうに考えているところでございます。地方自治法上では改定がされまして、市の総合計画の策定義務というものはなくなりましたけれども、当然このさらなるまた10年に向けまして、市の将来ビジョンを策定していく必要はあるというふうに考えているところでございまして、今の市民の皆さんにできるだけ理解をいただけるような、計画を作っていこうといたしますと、やはり早くからその策定段階から市民の皆さんにも一緒に参画をいただくという期間を長くとって、その策定のプロセスを重視することによって、市民の皆さんにその作られた計画が理解されていくのではないかというふうに考えます。当然出来上がった後も広く PR し、市民の皆さんと共有するマスタープランにならなければならないと思いますけれども、とにかくやはり次なる2次の新しい総合計画といいますのは、
市民の皆さんに分かりやすく、まあ、実効性のあるものということが一番大切ではないかなというふうに思います。まあ、以上でございます。以上、総務部長。飯田総務部長、お答えいたします。ただいまのご質問で総務部としての考え方でございますが、まあ、総合計画に限らずでございますが、まあ、計画なりあるいは、まあ、事業の推進につきましては、まずはこう市役所自身がそういった意識を共有いたしまして、推進に向けての意識を共有いたしまして、機運を高めていくということが、まあ、大切かというふうには感じております。でその上で、まあ、いろいろな機会や場所を利用いたしまして、市民の方に、こまめにそういった計画の、まあ、趣旨なりコンセプトをこうご説明申し上げ、そして、まあ、浸透させていくということが必要かなというふうに感じているところでございます。まあ、総務部といたしますと、まあ、そういった考え方を、まあ、各部局に対しまして、十分こう周知徹底をしてまい、りたい、そして市民とともに、事業の推進に当たってまいりたいというふうに考えているところでございます。以上です。上村君。はい、今本当に良い答えをいただいたなと思っております。政策部としてはやはり基本的な政策を作られる立場でお答えいただきました。やはり作る期間あるいはその作る手法というふうな部分の中に、市民がちゃんとこう入っていただく、市民の代表が入っていただいてそれを十分考えていただくというふうな部分で理解が深まる、これは本当におっしゃる通りだと思います。そういうふうなプロセスを本当に大事にしていただきたいなと思います。また総務部ではやはり、市役所の全体の意識改革、それからそれぞれの部局にいかに、その伝え、コントロールするかというふうな部分が問われるような部分、この部分についても十分決意をいただきましたし、市民の伝え方というふうな部分についても、ご答弁いただきました。私は大変今の答弁につきましては、評価をしております。ぜひともそのようにしていただきたいと考えております。続けてちょっと質問というか、させていただきます。まあ、国はアベノミクス第三の矢というふうな部分の中で民間投資を喚起する成長戦略の要ということで、国家戦略特区が示されました。先日のニュースの中でも、国家戦略特区で、福岡市が法人税の実効税率を 15% 程度に引き下げるというふうな規制緩和策を国に求める方針と報道がされました。実効税率今でいくと 35% 前後になってくると思いますけれども、法人税 25% 程度、それから法人事業税、法人住民税、こういうふうな部分を含めて実効税率ということで、まあ、それが 15% 程度になるということになると、新しい会社を作るとき、あるいは、まあ、そういうふうな会社が今度移転をするときに福岡市に目指すというふうなことになってくることも考えられます。まあ、国はこれまでの特区として構造改革特区や、総合特区という制度も出されましたが、まあ、高島では今までこの特区制度の活用というふうな部分はあったのでしょうか。さあ政策部長お答えいたします。唯一平成19年度に構造改革特区として和の里高島教育特区というのが今津の武庫川の方での ECC の学園の高等学校が開設されたものが一件ございます。以上でございます。上村君。はい、2008年に高島市の和の里教育特区というふうな部分が、まあ、ECC 学園というふうな具体的な手法で示されたというふうなことでございますけれども、まあ、この活用について、まあ、教育やと経済、こういうふうな部分にどの程度の効果があったとお考えですか。澤政策部長。通常特区の関係で申しますと、先ほども、まあ、お話しいただきました国家戦略特区なんかですと、まあ、
特にあの経済活動を中心とした、まあ、国際競争力というようなところになるんですけれども、まあ、あの高島の構造改革特区につきましては、まあ、今回特に19年度のものは少しちょっと私もあまり承知しておりませんが、本来ですと私学の認可を県がいたしますが、それを、まあ、自治体でできるということでの、まあ、特区が受けられて、まあ、そのようなことが認められたということで、まあ、現在も継承いただいて続けておられますし、ただ少し地域への経済波及という意味では少しまだ検証ができていないというようなところかと思います。以上です。梅村君。はい、まあ、特区で、効果を上げていただきたい気持ちはもちろん私もございます。まあ、ただいずれにせよこの特区の利用で規制に縛られない取り組みができるということは政策的にも大変有利であります。滋賀県でも平成26年3月28日に総合特区である、地域ものづくり、ものづくり力、ものづくり力を生かした、滋賀健康創生特区というのが、まあ、認定を受けられたというふうなことでございました。まあ、高島氏が次の10年に新たな方向性を示す中でこうした特区を有効に活用することが、求められると思うんですが、まあ、ここら辺の特区についての、見解を問います。さあ、政策部次長お答えいたします。まあ、先ほどもあのお教えいただきました通り、あの最近では国家戦略特区、またあの引き続きます、まあ、構造改革特区でありますとか、地域再生計画ということで、さまざまなあの国の方での、まあ、規制、この頃は規制改革という言葉をよく使っていると思うんですけれども、今後、まあ、そういう国でありますとか、まあ、民間の事業者も含めて、そういう実態を研究いたしまして、まあ、高島市の方でも行かせていけたらというふうに考えます。あの国家戦略特区で少し、まあ、あの目につきましたのは、兵庫県の養父市の方では国家戦略特区の中では、まあ、市では、小さいものでありますけれども、それも認定されるということの実態もありますので、まあ、そのようなものも注視して参考にできたらというふうに考えます。以上でございます。上村君。養父市は農業、特に農地政策というふうな部分に対し、について非常に特徴的な部分を国家戦略特区で挙げられたと私も記憶しております。まあ、あの特区の部分につきましても十分研究していただいて、市の一つの力にしていただくように政策部の方ではお願いしたいと思います。高島市の行財政は、まあ、地方交付税の減少とともに厳しい時期を迎えます。自主財源確保のために地域の、産業力を高める必要があるということは言うまでもありません。しかし同時にその財源が乏しいなら、アイデアと綿密なプランで国の制度をうまく利用することで、財政支援を期待するとともに、規制緩和により民間活力を引き出すことは大切であります。今は地方自治体同士の能力競争ともいえる時期だとも感じております。そこで市長にお尋ねします。高島市の将来を輝かせるビジョンは情報の収集や研究も必要ですが、例えば、職員からあるいは外部から提案箱のようなもので一人では思いつかないようなアイデアをいくつも集めてくることから始めるのも良いかもと思うんですが、そんなお考えはありませんか。まあ、10年目だからこそ皆さんに市政について考えていただく機会というふうなことにもなってくるのではないかと思います。福井市長。お答えをさせていただきます。今のご質問の趣旨は先ほど政策官あるいはその部長から答弁させてもらった中で、例えば総合計画について
市民の皆さんと十分その思いなり情報が共有できていない、あるいは市民の皆さんとの、まあ、そういう意味の議論あるいは課題共有につながるような、まあ、場がなかったということが、まあ、一つの反省材料として答弁を先ほどさせていただいたところでございます。さらにまた総務庁の方からは職員の、まあ、意識改革でありますとか、さらには、まあ、組織力の向上という課題も、まあ、もちろん言わせて答弁させていただいたわけでございます。確かに私も、まあ、1年経過する中で、市民の皆さんとさまざまな場面でお会いするときには、まあ、挨拶等で、市政の、まあ、課題等についてお話しする機会をいただいているわけでありますけれども、一方職員すべてが例えば地域に自ら出かけながら地域の課題を把握し、あるいは市政の状況について、まあ、説明をさせていただく機会が多いかというと、まあ、決して十分ではないというふうに、まあ、認識をしてきたところでございまして、かねてから各市所に設置をされておりますまちづくり担当については、市所で、まあ、座って仕事をするということではなしに、ぜひとも積極的に各地域に出かけていき、法人の関係者あるいは自治会の関係者あるいはさまざまな方と、まあ、意見を交わしながら課題をお聞きし、そして市政の状況を伝えるようぜひとも積極的に出かけていくように、まあ、重ねてこの4月にも各市所長に対してそういう対応をするよう、まあ、要請したところであります。まあ、さらに、まあ、昨年でございますが12月に町内の若手職員の、まあ、公募によりまして、まあ、12名の職員が政策研修チームをこの1月に立ち上げてくれまして、まあ、これまでおよそまあ半年間になるわけでありますが、これまで市内外の方々と意見を交わしながら、あるいは専門的な立場の方からアドバイスもいただき、さらには市内の方々との意見交換をしながら、まあ、政策研修に努めてきたところでございます。今年の私から与えましたテーマは、新野菜にございます風車村の活性化について政策検証をするようにという課題を与えながら、そういう取り組みを若手職員12名が日々の仕事の合間を縫って一生懸命研鑽を積んできているところであります。まあ、年内には一定の構想的なものも公表をさせていただく機会があろうかと思いますけれども、まあ、そういう意味でできる限りいろんな角度で市の職員がそれぞれの地域に出かけ、そして地域の皆さんと情報を共有しながら市政の情報についても提供させていただく、まあ、そういう市民の皆さんと一体的な町づくりを作っていくことが、まあ、ぜひともこれからの市政運営に必要だろうというふうに考えておりますので、まあ、そういう思いで先ほど議員ご指摘いただいたような将来的な姿についても市としてしっかりと対応していきたいと考えているところであります。根村君。はい、市政の、市政に向ける市長の思いも聞かせていただきました。まあ、とりあえずまた、拍子もないようなアイデアなんかも出てきても、これを受けていただけるようなところがあると非常に面白いかなと思いますので、また、一つ移行していただけるようにお願いいたします。10周年の節目に立って新たな10年が市民の皆さんと共に前向きに歩める夢のあるものとなりますよう願いまして、質問番号2の質問を終わります。続けて質問番号3に移ります。松の木内湖の再生についてです。滋賀県では本年2月に取り戻せつながり再生モデル構築事業のモデル地域として松の木内湖および接続する水域、これは松の木内湖再生利用推進協議会が行っているものでございます。これを選定しました。これは琵琶湖では水草の異常繁茂や、在来 魚介類の減少などさまざまな問題が現れており、県ではマザーレイク21計画や内湖再生全体ビジョンなどに基づいて水環境保全の取り組みを進めていることに基づいたものであります。関係者には松の木内湖再生に向けた具体的な動きと期待が高いものの、即効性のあるものではなくビジョンの策定に重きを置いたものであると理解するところであります。しかし現状を見ますと内湖は琵琶湖からの水路部分にヨシや水草が生え、内湖の流域を妨げるような状況であり、流入する泥の堆積や生態系について
短期間で危機的な影響を与えるのではないかと懸念せざるを得ない状況であります。松野木内子に関しては先輩の梅村彦和前議員が平成20年3月から平成24年12月にかけて何度も一般質問されており、その時々で前向きな議論が積み重ねられたものと認識しております。これまでの一般質問での答弁を踏まえて、再生に関する問題をどのように捉えられているか、また今後どのように計画さ行動されているか、方針をただします。梅村和久君の質問番号3に対する当局の答弁を求めます。杉田環境部長。梅村議員の質問番号3のご質問にお答えいたします。まず1点目の再生に関する問題をどのように捉えられているかにつきましては、これまでの一般質問の中で再生に向けた議論をされていることは承知をしております。現状の松の木内子は汚泥などの影響による水質悪化などにより内子周辺の景観が悪化し、本来の内子の持つ機能や役割が損なわれているものと認識しております。次に今後どのように行動されるのかの方針につきましては、昨年度県において地域での身近な水環境のつながりを再生する取り組みを進めるため、取り戻せつながり再生モデル構築事業のモデル地域として松の木内湖および接続する水路が選定されたところでございます。市としましてはこのモデル事業の採択により地元の意見を取り入れた再生プランが策定される中で、プランに基づく取り組みが実施され内湖の再生につながるものと考えております。この再生プランの実現に向けて行政の責務と役割分担を明確にして地域の方とともに推進してまいりたいと考えております。また現状の内湖は琵琶湖に流入する付近で水草が繁茂し、内湖の排水を阻害している状況となっております。この内湖の機能回復は昨年3月に策定されました内湖再生全体ビジョンに盛り込まれており、県において着実に実行がなされるよう要望してまいりたいと考えております。上村君。はい、今環境部長の方から、この取り戻せつながり再生モデル構築事業について、非常に、まあ、期待というふうな部分の、答弁をいただきました。まあ、その中で、行政の責務と役割を、まあ、明確にして地域の人とともに推進してまいりたいと考えておりますというふうな答弁でございました。これは、まあ、今まで、先ほど申しました梅村彦和議員が、長い間、まあ、質問を重ねられて、その中で一緒にやっていきましょうという一つの思いを持っていただいた、この部分に、そのまま流れに沿ったものだと、いうことで、今後の部分で非常に期待をしております。それではその他の部局につきましてちょっと確認をしたいと思います。それで今ちょっとこの図なんですけども、今ちょっとお話を申しました内湖の入り口、ここの部分に非常に草や、ヨシが生えてきておりまして、もう水面を塞ぐような形で内湖が流入した水でそのまま泥とかここの中で堆積してくる、外に出ていかないというふうな形になってくるんじゃないかということで非常に懸念をしているようなところでございます。水質にましても、上の方が琵琶湖の方から内湖を見たところ、まあ、ここで塞がってしまっていると、まあ、こちらの水質もあまり良くないと思うんですけど、まあ、この内湖の方非常に、透明度も悪く、非常にこの生態系というふうな部分を、悪くしているのではないかなと懸念をしております。土木上下水道部に、
ちょっとお聞きします。内湖の再生整備について、それと巡洋河川に向けた取り組みについて、委員から何回か質問のあったところでございますけれども、質問以降、進展があったかどうかにつきまして、お尋ねをいたします。横井川土木上下水道部次長、お答えをいたします。以前の議会でも巡洋河川の指定につきまして、期間は要しますが指定に向けて取り組んでいくというような答弁をさせていただいておるところでございます。しかしながら、現状把握であるとか、境界の確定であるとか、また河川法の縛りであるとか、そういった面、準備に向けての整備が必要であるというようなことから、具体的な地元での働きかけであるとか、そういったことは未だできておりません。以上です。上村君。この巡洋河川の問題につきましては、まずこの内湖の再生とか整備に向けた公的な動きというふうな部分をしていただくために、巡洋河川にもしていったらと最終手段のような形で質問だったと思っております。そういうふうな部分、目的と手段というふうな部分でいきますと、やっぱり内湖の再生整備、これが目的でございます。こういうふうな部分に向けて、またこれからお知恵を絞っていただきたいと考えておりますので、これからも一つよろしくお願いいたします。続きまして、産業循環政策部や産業経済部というふうな形で今まで答弁をされてこられましたというふうなことがございますので、この部分、今になりますと農林部というふうな形になってくると思いますので、農林部長におかれまして、この内湖のこの環境を守る、あるいは農水との問題というふうな部分もあります。こういうふうな部分につきまして、どのようにお考えか、あるいは施策とかそういうふうな部分について、具体的に何かありましたらお聞かせください。清水農林水産部長。はい、お答えいたします。松戸木内湖につきましては、他の内湖とともに、ほとんどが直接その農地につながる部分ということで、琵琶湖の環境保全のための非常に重要なものであると、重要なその位置づけであるというふうには理解しております。で、今おっしゃいましたように、これまでも元議員であります梅村彦和さんが熱心にこの問題に取り組んでおられまして、現在も地域住民として取り組んでおられるということは承知しております。その中で、農林水産部としましては、先ほど冒頭に、質問の中でお話がありました、今年度国の方で、県の方で、取り組まれます取り戻せつながり再生モデル構築事業、この中で、進められる施策に、十分こう農林水産部としても対応をした支援をしていきたいというふうに考えておりますが、市としましても、これまで、農業農村整備事業管理計画、この中に、他の農地農業施設とともに、松の木内湖の整備についても、位置づけを行いまして、この特にそのハード整備について、国県へ要望をしてきているところですが、現在まだその採択に至っていないということでございます。今後も引き続き、この要望活動は続けていきたいというふうに感じております。以上です。梅村君。はい、これは地域だけの力でできるものではありませんし、市の力だけでできるものでもありません。やはり、県や国というふうな部分とつながって、そちらの方からの支援をいただかなければ、なかなかこの大きな内湖を、保全整備をするということは非常に難しいと思います。そういうふうな面におきまして、皆さんの力を、一つお知恵を借りながら、そこら辺の部分を進めていただきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。これをもって私の質問を終了させていただきます。
以上で4番梅村和久君の質問を終わります。